で夢を追いかける若きアスリートたちを応援する番組、ダイヤの原石よいざ明日へと羽ばたけ、君こそアスリート。君こそアスリート。今日は福島市で活動するドッジボールチーム、ワノドリームズ。小学2年生から6年生の19人が所属しています。厳しい練習とかをして全員が気持ちを強くしてチーム一つになっています。練習は真剣そのもの。1セット5分の試合の中で速いパス回しや息の合った守備が勝利への鍵を握ります。速いボールをキャッチしたりアタックしたりするところが楽しいです。大会でいい結果が出たり練習でやってることが出した時とかすごく嬉しいです。ワノドリームズの得意なプレーがこちら。相手のボールをカットするスーパーカットと攻撃の人が全力で走ってボールを投げるアタックです。攻撃力もあるチームなんですけど、その中でもとにかく精神面で強いチームだと思います。練習では大人相手にボールを投げ合います。高速球にもひるみません。大人のボールで鳴らしとけば小学生のボールは怖くないと思います。強さの秘密は両アタックです。内野と外野の両サイドに6年生1人ずつ配置して、で中にプレイヤーが入って実戦に近い形で動き回ってボールをキャッチしていく、投げていく方は投げる姿勢、重心移動、そういうところも含めて基礎的なところでまずは攻撃と守備の方を中心にやってる練習。厳しい練習でもボールから決して逃げません。レッツゴー。